皆さん、こんにちは。AOJ ランゲージスクール N2 のコースです。今回は会話を勉強しましょう。それでは、スライドをシェアします。今回は、したくないけど、しないといけない。または、したくなかったけど、しなきゃならなかったことはありますか？皆さん、いかがでしょうか？少し考えてみてください。例えば、今回、とても大切なプロジェクトがあります。毎日毎日、一生懸命仕事をしました。でも、なかなか終わりません。残業をしないと間に合いません。残業はしたくないけど、しなければならなかった。しなければなりません。今日は残業をせざるを得ない。残業をせざるを得なかった。せざるを得ない。ざるを得ない、ざるを得なかったを使って会話を作ってみましょう。例えば、私は子供の時、勉強があまり好きではありませんでした。その時、親に勉強しろ、勉強しなさいとうるさく言われていたので、勉強をせざるを得ませんでした。でも今大人になって思えば、親に言われて、勉強を頑張ったおかげで、今の生活があるんだと思います。ですから今は親に感謝をしています。このように、前はこうでした。そして、ないないざるを得ませんでした。だけど、それを、したおかげで、こうなりました。という文が作れるといいですね。AOJ ランゲージスクールに参加していただいた皆さんのお話を聞いて、会話を作ってみたいと思います。AOJ ランゲージスクールのフルレッスンを受けたい方は、ぜひ参加してください。皆さんの参加をお待ちしております。それでは。